来たよ。もう駐車場からね、すごい豚骨臭というかね、獣臭というかね、してますね。やっぱりここの濃厚なんですね、それだけ。よっしゃ、久しぶりやで。うわ、かなり並んでるぞ。前一回俺3時間ぐらい待ったことあるんだけど、どうなんですかね。うわ、やばいな。とりあえず並びます。生まれも育ちも京都のおっさんが、京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル。チャンネル登録お頼申します。京都へおいだすー。どうも三崎京都。今日は木津川までやってきたぞ。はい、プライベートではね、何回か来てるんですけども、動画は初潜入。はい、むっちゃ並んでます。並ぶ覚悟で行くけども、無鉄砲本店。はい、今から向かっていきたいと思います。そしたら行ってください。ゴーゴーゴー、トリプルゴー、レッツゴー。行ってきます。今で30分ぐらい待ちました。はい、何するかな。とりあえず一番贅沢な豚骨チャーシュー、これいこう。ほら、これいこう。ほら、ということで来ましたよ。40分か45分ぐらい待って入りましたね。結構早かったですね。ほんで今日は硬めのこってりの多め、はい、注文しました。もう多分ね、むちゃくちゃ濃厚な豚骨臭漂うやつが来ると思うんだけど、それプラススペアリブも注文したから高カロリーになると思うんだけど、食らっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ごま、高菜、しょうが、にんにくやな、これ。これ来たぞ、久しぶりやな。この濃厚さ見てくださいよ、これ。うわ、すごい獣臭。もう最強の獣臭。これがうまいです。ほんで、スペアリブ。これもなんか知らんけど、むっちゃ気になったんで言うだけど、俺スペアリブ大好きやから、はい、よっしゃ、行くぞ。食らっていきます。始め。いいね、この脂ののりの。しっかりしたスープ、豚骨スープ、うまい。肉多めで頼んでます。とろとろの肉がいっぱい入ってる。チャーシュー、とろとろチャーシュー、これうまいね。うん、しっかり味のしみたトロトロチャーシュー、うまい。スペアリブですよ、これ。うまそうやね。ほら、分厚いよこれ。よし、スペアリブいくぞ。勝ちつけは塩コショウかな、なんていうかね、焼いてんだけどとろけね、うん、これは食い応えあるよ。よし、ほな麺いくぞ。ほらこの麺がね、この豚骨に絡んでね、うまいですよ、たまりません。硬めなんでね、ちょっとバキューム難しいかもしれないけど、ああ、麺バキュームじゃん。独特な麺ですね。もちもちしてる。少し縮れてます。うん、胡椒砂漠。うん、このガーリック醤油みたいなのめっちゃ合うわ。これうまい。魚もいいね。まあまあね、味が濃いんでね、これスープ全部飲めるかどうかわからんけどね、でもうまいわ、うん、このスペアリブほんまにうまい。結構ね食べ応えあるよこれ、うん、もう3個か4個食いたいぐらいのうまさですわ。これがまたうまいっすわ、これ。うん。濃厚な黄身が絡むとうまい。久しぶりに食べましたけど、最高に美味しいラーメンでした。はい、持った甲斐がありました。美味しかったです。ごちそうさまでした。いや、うまかった。スープは飲みたいですけども、また太るんで今日はやめておきます。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。今日は早かったわ。40分が45分ぐらい待って呼ばれました。やっぱりね、相変わらずかなりのね、まあ、濃厚な背脂の豚骨、いやーうまかったね。もうほんまがっつり行きたい人にはたまらんラーメンです。はい、ほんで何だっけ、スペアリブあれもうまかったね。はい、ああもうね、もうおっさんなんでね、ご飯は食べきれへんと思ったから注文しませんでしたけども、やっぱりね人気店です。はい、無鉄砲むちゃくちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。ということでチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様愛してます。おらっしゃー。はい、うまかったです。おらっしゃー。